この場所が魔界とつながりやすい場所ってことなのね。ロニキスさん、魔界への扉を開きましょう。ああ、こんなところに入るの？ミリーさん、勇気を出してください。そうよね、みんなを助けるためだもんね。みんな、行く。シンクの盾、私から全てを奪った張本人、こんなところで会えるなんて、この時をどれほど待ったか。すまないな、恨みを買いすぎてお前が誰かも記憶にない。僕たちの両親の仇、ここで撃たせてもらいます。記憶にないが、負けたということは弱かったということだ。貴様、ここまで来たんだ、楽しませろよ。みんな油断するな、僕が守らないと。やった、エージンヒール。助かったよ。やっこ、後半だ。戦技戦技ヤッコ、コーハルヒール。ショーレイハ。ヤッコ、コーハル。先行剣。こんなものなの？終わったのか？まだ修行中だがな。強さとは何か考えてしまいますね。やったか？よくぞ倒してくれた。これで我が名を語る者はいなくなった。心残りはない。どういうことだ？私はアーガス、シンクの盾の本物の人格だ。なんだって？それでは今まで戦っていたのは？私の影のようなものだ。一体どういうことなんですか？魔界大戦の末期、私はシルバラント王の密命を受けて旧異種族の秘宝を探し求めていた。しかし遺跡で見つけ出した写し身の鏡は秘宝などではなかった。写し身の鏡は私の影を作り出し、そして体を操っていたのだ。最初は影が表に出ている間の記憶がなくてな。今となっては私と影が入れ替わってしまったが。影はいなくなったんですよね。これからいくらでもやり直せるではないですか。いや、映し身の鏡がなければな。それに私の体はもう長くは持たん。すみません。気にするな、フェザーフォルクの青年よ。
映し身の鏡に姿を映された時から、それよりもアストラルが危ない。なんだって？急げ、魔王は私が昔ライアスに託した刃なき剣を狙って。刃なき剣？それよりせっかくの忠告を無駄にできないわ。急いで戻らないと。戻るって言っても今からアストラルまで戻って間に合うのか？真実の瞳は使えないんですか？もともと空間を開くものなんですよね。やってみる価値はあるわね。おとなしく出したらどう？あれはあんたたちには過ぎたおもちゃなのよ。なんだって？お前たちの好きにはさせない。魔王様の命令を邪魔する奴らはまとめて相手してやるよ。辛いわね。本気を出すしかねえか。ヤッコキュアクレンケンクレン。勝てるぜ。俺はもっと上に行けるだろうか。魔物が狙ってた刃なき剣って一体何なんだろう？刃なき剣は魔界大戦の時に魔王を魔界へと退けた剣だと聞いている。それをライアスという人物に預けたと言っていたが。俺の親父だ。行こうぜ。家に案内する。詳しい話はそこで聞いてくれや。私が魔界大戦の折にアーガスイから預かったのはこの剣だ。これが刃なき剣。本当に塚だけなんですね。ちょっと貸していただけます？ビームソードか？それも高性能のものです。こんなの見たことないわ。旧一種族の残したオーパーツと聞いておる。あやつが魔王との戦いで振るい、私たちは魔王を魔界へと追い返したのだ。これはアスモデウスに対して切り札になるぞ。そうですね。奴らはきっとこれを恐れていたんですよ。うん。ではこれは君たちに託そう。しかし勝機を得たからといって気を緩めてはいかんぞ。はい、ありがとうございます。ああ、君、息子がここまで案内してきたそうだな。はい。そうか。いや、呼び止めてすまなかった。気をつけてくれ。はい。